乃木坂の勢いが終わった理由、5期生のせいではないことが判明。グループ自体の力がもうないからな。5期の失敗で力がなくなったな。どっちかというと4期だな。新規オタを一切連れてこれなかった。にわか5期は本当に何も知らないんだな。4期は3期の弱いところを補強して3期4期で世代交代が成功した時点で成功なんだよ。3期4期で土台がしっかりしてるところに5期で上昇っていうのがまともなシナリオだった。5期のパパ活から始まって5期が能力低くて上昇どころ顔はコンまっしぐらになったのが現実。乃木坂はもう延命措置をしてるような状態。4期オタは3期の虎の湯を狩る狐。3期をしのけてあれだけ4期をゴリ押ししても、未だに世間に知られることなく今では井上にタレントパワー追いつかれてる不甲斐なさ。3期と5期は4期ほど押されてないのに。自分の推しの露出は実力で、嫌いな人の露出はゴリ押しってドルオタあるあるだよな。 W カキと遠藤はすでにセンター3回ずつやってるのに世間に全然見つからない無駄ゴリ押し。これだけゴリ押しされて結果出せなかったメンバー3期と5期にいない。4期が大失敗したのは周知の事実。4期は合同大出で乃木坂じゃないから仕方ないよ。4期生オタではないけれど、それは言い過ぎでは。三坂道合同で募集したけれど、最終的には乃木坂運営が選んだのだから。そんなこと言ったら桜坂46そのものになっている桜坂に規制も桜坂ではないの。運営が鬼滅ごとの売り込みをしたのが一番愚策なのだけれど、もういい加減鬼滅ごとの言い争いはやめて、乃木坂46全体を応援していかないと乃木坂自体が終わってしまうよ。ゴキ好きだけどな。どんなコンテンツでも5期がいるってだけですげえ楽しみになったもんな。特定の期が乃木坂の勢いを終わらせた原因とは思わない。それぞれの期ができる範囲で頑張った結果が今である。最も結果を出したと言える期はあるが、できる範囲以上に頑張ったと言える期はない。きっかけみたいな地味曲を持ち上げてたら曲聴きたいって思わなくなる。本当に楽曲がつまらない。なぜつまらないかはきっかけや希望みたいな曲をファンが持ち上げたからだと思う。